にちは、トキカメンです。今回紹介するのはこちら、立体三層不織布マスクです。こちらドン・キホーテの商品になります。 PM2.5 ウイルス、黄砂、花粉を 99% カットしてくれるみたいです。普通サイズの 165×90mm です。65枚入りというところが嬉しいです。それでは中を取り出してみます。蓋を開けるとこのようになってます。こちらから1枚ずつ取り出すようになってます。持った感じ、通常の不織布より非常に軽くて薄い感じがします。こんな感じです。新ソフト材を採用ということで、柔らかさと肌触りがアップしています。かなりスベスベした感じです。曲げた感じです。非常に柔らかいです。耳にかけるゴムの部分が平らになっています。平らにすることによって耳にかける負担がかなり軽減されて、長時間マスクをしても非常に耳が痛くなりにくいみたいです。そして上の部分はノーズフィットワイヤーが入っています。なので鼻のところで折り曲げることができます。やはり花粉の時期は毎日マスクをつけますので、毎日マスクをつけても全く耳に負担のかからないこのような平らなゴムだと非常に嬉しいです。今回の紹介は立体三層不織布マスクでした。